久しぶり。お久しぶりです。お久しぶり。お疲れ様です。ありがとうございます。ほんまに来ていただいて。ありがとうございます。久しぶり。はい、久しぶりです。おい。うわ、ほんまに嬉しいです。ああ、そう。はい。俺、会えんのマジで嬉しいです。まあ、いや、嬉しいけど、毎回照れるよ、そんなん言われたら。それはそうでしょ、一応。いや、でも、嬉しいって言われたら。まっすぐ嬉しいんですけど。ああ、そう。あ、そう。はい。もういい、やめてくれ、そこ。てか、内原さんと、うん、ほんまに仕事がしたくてずっとこうやってなんかダラ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 続けてしまってるっていうのはあるんですよ。うんうん、はいはい、だから今日ほんま内原さんと仕事できるってことを、うん、とても嬉しく思ってます。仕事？はい、仕事？あ、そうです。あ、すいません、ちょっと詳しくはあんまり言ってなかったですけども、うん、そうね、あんまりというか、はい、うん、何も。あ、本当ですか。うん、ここに来るように言われただけだから。ちゃんと伝わってないな、じゃあ。すいません、それは。間に誰も入ってない。なんか誰かがミスったみたいになってる。直で連絡取り合ってたような気がする。ほんまにすいません、それは。いやいや、別にそこまでもいいけど。いや、ほんまにそれ伝わってなかったか、すいません、ちょっと、だから直でやり取りしてるけどね。間の人のミスみたいにしてるけど。ちょっと、お仕事。仕事？はい。マジ？そうなんですよ。結構でかい仕事なんですけど、それで嬉しくて、はいはい、続けた甲斐やったなというか。あ、マジ？はい。まあなんかちょっとサプライズ感あっていいわ。じゃあ、ほんまですか。だ、ほら、ちょっと見てもらったら、これあれだよね、はい、なんかいわゆる楽屋というか。はいはいはい。もうこれとかさ、はい、もうすごい。しかもなんか炭水化物もいろんなパターンの、はい、飲み物とかもお茶だけとかじゃない、はい、すごい楽屋としてもしっかりとした、はい、ちょっとケータリングの方、うん、用意させていただきまして。ガチじゃん。はい、月に食べていただいて全然大丈夫なんで。おー、はいはい、ウェットティッシュもあの用意 していただいてますんで。はい、すいません、はい、ちょっと緊張してて仕事ってなる。なんだ、え、なんで、ちょっと楽しくなってますけど、すいません。で、アイロンもしするようだったら、うん、あのアイロンも。あ、はい、ありがたいけど大丈夫かな、アイロンは。はい、なんでちょっとくつろいでいただいて、ちょっと準備させていただきます。はい、え、何をや、うん、あ、お仕事ですね。うん、はい、あ、そうじゃなくて、そう、お仕事は分かったかも。お仕事の内容を、あ、ま、いや、待つにしてもその何かを。あ、すいません、すいません、ちょっとめちゃくちゃ緊張しててん。なんでだよ。そんな中じゃないだろ。いや、その共演すんのほんまに嬉しくて。な、え、なになにね、共演。はい、手短に。じゃあ、すいません、打ち合わせさせて、あ、はい、いただきますけど、はい、インスタグラムってもちろん、いや、はい、はい、知ってるかってこと。知ってます、知ってます、はい、もちろん、はい、メタ社の。ああ、はいはい、そうね、うん、それは確かに。インスタグラムにあの、うん、ストーリーっていう機能あるじゃないですか。うん、もちろん知ってます。すぐ24時間消えるね。あ、そうです、そうです、うん、僕が写真撮ります。はい。で、その静止画撮って、うん、そのストーリーに載せます。はい、はい、という、はい、お仕事です。はい、いや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 はいはい。え、それでどういうこと。それ撮って何、それが何の、それは仕事、ん、どういうことなの。仕事です。あ、っていう仕事です。僕が宇治原さんを撮ります、うん、で、それをインスタグラムのストーリーに載せます、うん、はい、というお仕事です。仕事じゃない。いや、仕事です。マジかよ。え、仕事じゃないじゃん。いや、仕事です、仕事です。何ですか、仕事ですよ。ストーリーに載せるで、仕事で閲覧するっていう、みんなが。その仕事の中に閲覧は入ってないですよ。それも客なんだから。え、客とかでもないよ、別に。そのストーリーを見るにおいては。お客さんね、というかお客様。いや、いいよ、そのお客様をどう捉えてるかは。今そんなとこはいいよ。仕事の定義から話させて。全然認識が違うんだから。いや、だからこのインスタあるでしょ、うん、このあるじゃないですか、丸みたいなやついっぱいパパパパって、うんうん、上げすぎてる人がなんか、はいはい、米粒、米粒。そうそう。脱いでみたいになってる、うんうん。あれあるじゃないですか。うん、それです、うん。いや、ストーリーの説明聞いてない。バカにしてんのか、お前。
いや全然わかるから SNS に関してはそういうことじゃなくて普通におかしいだろストーリーにあげるって仕事って。いやストーリーにあげるっていう仕事ですよ。その何ですかその選んでるってことですか。仕事を結構選ぶわけ。いやいや待って、一言もその仕事は嫌だって言ってない。それは仕事かっつってんのずっと。大小あるってことですか。大小ないよ、小にも入ってないんだから。仕事じゃないんだから。え、な伝わってないのかな。だからいやだからなんかその間に入ってる人の存在出すのやめて。いないから。仕事を、いやもうこれによってし、うん、これが唯一の生命線じゃん。もうこう学業っぽくすることで仕事感出してるだけの話でさ。そんなことないです。普通食べてください、食べながら聞いてください。じゃあちょっとお腹空いてんのかな。お前いやいやそれでイライラしてるわけじゃないよ。いやどの状態でもだよ。完全に元気な状態でも同じこと言うって。お腹いっぱいっていうこと。じゃあもう仕事に。いや、ま、待って、ちょっと待って、普通にとりあえず1個食わしてくれ。じゃあ食べてください。あ、甘いですね。ちょっとストレスが。ストレスというか忙しいんですか。いや全然。これあれですか、あのこうカットするやつ。うん、結局カットしたいよ。こういうふうにポキッて切れる、割れるだな。うん、切れる。はい、よろしくお願いします。俺結構知ってるからね。なんか一個一個説明しやがってるけど。仕事が伝わらなかったってことはこの人いろいろ知らないだろうな。なのか知らないけど、その根拠が間違えてるからね。仕事じゃないから、うん、いやもう終わらそう早く。うん、今宇治原さん待ちです。仕事だと思ってるとそういう解釈にはなるよね。はい、うん、宇治原さん準備できたらもう。はいはい、準備というか全然別にいつでも今撮ってもらって構わない。できますか。できる。できました。ありがとうございます。いやいや、その大きい声出してしょうがない。スタッフがいないんだから。いきます。じゃあ皆さん準備をしないの。一丸となる必要がないんだから。いきます。じゃあじゃあちょっと、うん、いいですか。いいと言えば早く撮ってくれんかな。あ、わかりました、わかりました、うん、すみません、ちょっと、うん、そうそうあったみたいな。いやいやいや、だからその、ね、何、誰かが見えてるの、さっきからずっと。うちの門がすみませんみたいにしてる。すみません、ほんま。いやいや、ちょっとやめろよ、お前、小難しい演者みたいにするの。申し訳ないです。いや、申し訳ないとかじゃないよ、別に。もうほんま、一瞬で終わるんだよ、ストーリーにあげるだけない。写真撮ってストーリーにあげる。うん。それだけなんで、今日は。はい。でも、気合い入れて。だからと言って。違う違う、だるがってないし、手も抜いてないわ。何でもいいけど、仕事だと思ってないって言ってるから。あ、そう、自然体の感じが、さすがです。違う違う違う、俺はあんまりオンにするタイプのやつ嫌いとかじゃないから。仕事が遊びみたいな。自由人。違う違う、そんな、松浦会長みたいな。全然違うよ。自由人みたいなことですね。違います。自由の優が遊ぶの方の優になっている。あ、そんな遊び心も今持ってないです。一切。そういう感じで、じゃあ、お願いします。どういう感じ、そういう感じって。お願いします。何を笑ってんの。あ、しかもピンで撮んの俺。ちょっと待って、ピンで撮んの。これ何が共演なの。共演だよ。いや共演でも何でもない。今頑張って言ったけど、そっちに共演ってワードもおかしいんだからね本来。だけど言ったけど何が共演なの。その俺が一人で写真撮られて。いやだからプロデュースみたいな。いや一発目が表と裏方としてはおかしくないか。共演の二人でやろうよ。いや、そのあったかい言葉は嬉しいです。違う違う違うって。あったかい、違う。プロデュースっていう感じです今回は。プロデュース、はい、宇治原さんをプロデュースっていう感じの仕事のあれなんで、だから、うん、動かしてる側です。トップとしてね、プロデューサーがね、はい、うん、はい。なんか今序列の話してきてるか。お前が仕事と称してるこの中の序列みたいなことをなんか丁寧な言葉であくまでブッキングされた側だみたいなには伝えてきてないか。いやいや伝えてないっす。今序列は一番上ですみたいなやってないか。いやいや全然そんなことです。はい、もう喋り方がもう本当にもう序列は上だと思ってて、喋り方唯一空気を悪くしちゃいけないからそういう喋り方してるだけの人よ。だけどもう怖いよ。そう、俺の前以外だともう完全に上の人の顔してんだから絶対に。いやそんなことない、そんな、大丈夫大丈夫、落ち着いてください。お前さ、俺がそういうそのカーストを気にしてるわけじゃないよ今。その下に見られてるとかそういう話じゃないけどな。全然上です、はい。いやだから別に上になりたいわけでもないけど、お前が上感出してきたから言っちゃったわ。あ、そう、全然全然そんなことないです。はい、でも、うん、プロデュースでいいですかと。で、うん、まあまあいいというか、その気にされ
ってるんだったらあれですけど、そのあれです、コマとは思ってないんで。言ってないじゃない、そんなコマと。こっちもコマと思ってないんで。いや思ってないのは知ってるけど、はい、そんな言葉が出てきたら怖い、はい、そういう概念を持ち合わせてる人かなって思っちゃうんだから。全然そんなことないです。なんで大丈夫です、全然。何が何でか分からんけど、まあ分かりました、はい、はい、じゃあすいません、取らせていただきます。うん、いやちょっと待ってください、はい、何いやよ、あのプロデュースコンセプトっていうか、どういう顔してるんだよ今。めちゃくちゃこういうなんか何の顔でもない顔してると思うんだよ、ね、おこれいい感じじゃない、これいい感じなわけないじゃんいい感じじゃない、100点の不満な人の顔してるじゃん状況もわからないまま、はい、もうでも完璧なんで、正直。何がもう何もいらないんで。何文字もいらないし、うん、うん、いい表情というか、な何でいい表情例えばだってテーマがさ、喜びとかだったらおかしいわけじゃん、この顔だと。いや今あなたがもう、うん、乗せてないかお前乗せました、はい、乗せました、すいません、乗せさせていただきました、ありがとうございます、以上となります、今日はありがとうございました誰に言ってんだよお前、これ聞こえりゃいいだろ、今日はありがとうございました。たくさんの中に人がいないな、バチバチバチとかねえんだから、すいません、もう、うん、ありがとうございました、すいません、撤収早いなお前すいません、ありがとうございましたなあすいません、帰ってから片付けろよ疲れてないですか、大丈夫ですか、疲れるわけがないよねすみません、入ってきてから動いてないんだから俺は、うん、お前は何が疲れたのなあ、お前この動作しかしてねえじゃん、どこでそんなプロデューサーいんだよありがとうございます、あと演者俺だけなのになんでこれ用意したのこんなの気にするわけないだろ、すみません、ありがとうございます、じゃあすぐ準備させていただきます、準備何の何それ、すいません、お前打ち上げはいいよ絶対打ち上げやろうとしてるだろ、すいません、できねえからこの状況で打ち上げ打ち上げの方お前、はい、ありがとうございます、お前おかしいだろお前すいません、センキュー、いやセンキューじゃないよ、うん、知らないからだよこの人は何のためにこのピザが作られたちょっと待って、あいつ遅いな、あいつあいつってなんだよ、ついてんのかも、いや俺まだやるって言ってないなあ、すいません、打ち上げということで連れてきました、お疲れ様です、お疲れ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 様です、お疲れ様です、あ、言ってたやつ、はい、飲み物もありがとう、ちょっと、はい、領収書、あ、ちょっと、あ、先にじゃあこれだけ、会社、会社とか会社の経費で落としますじゃねえだろ領収書、あ、じゃあ井出原さんが出して、うん、ちょ、なんでだよ、なんでおかしいだろ楽しむだけ楽しんでから、はい、いや、違う違う、そういうの後でじゃないいや、これもやらない俺なんならじゃあ、どうぞ、打ち上げやめる、お前、お前なんだよ呼ばれて、はい、なん呼ばれてきたよってなんだよ、いやだから撮影だから終わったらみんなで回ってやるからって、そうそう、はい、いや次行きました僕が、うん、伝わってないな、じゃあ撮影ってなんかいや今のところお前ら悪くないかもしれないけど、うん、撮影とかじゃないから、ストーリー仕事ってね、うん、仕事で仕事じゃないんだよ、お疲れ様、ストーリーに俺の写真を不意打ちで撮ったのをあげただけだから、あ、それは伝えましたもんね、2人ともに伝えてきたのか、はい、はい、伝わった上で聞きますよ、内原さんだけです、忘れてました一番ダメだろ俺に伝えなきゃ、俺が主役なんだから、はい、すいません、それはちょっとミスですけど、あ、うちら主役、あ、そうです、メインメイン、メイン、あ、なるほどなるほど、すごい、まあメインというかね全然座ってください、ありがとうございます、これはお疲れ、マジ行きた、はい、お、すごっ、はい、ちょっと用意させていただいて、俺のあジュースもあるんで、はい、あ、いやいや、この後があるんであればじゃないよ、はい、ささやかながらですけど最高じゃん、すいません、ささやかな、はい、いや俺無理だよ疲れたと思う、いや疲れてないよ一切全く、はい、エナジーもあるんで、めっちゃ怒ってない、なんかいやそれそうだろ、まだ憑依してるんですよ、なかなか抜けんくて、いやいや何も役作りとかなかったよ、役が抜けない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 、役とか何にもない、はい、あ、とりあえず、まあ、飲んでください、ありがとうございます、すみません、いただきます、あ、ヘポリーズ、あ、そう、これ宇治原さん今日結構、お前俺ごくごく行くわけないだろ酒
いいって言って飲むわけないだろ。優しいね。結構飲んじゃうかな。いや、まあね、何を手がかりに飲めばいいわけだって。何も別にやってない。いやでも達成感のみじゃないですか。達成感以上って感じじゃないですか。達成感何言ってんだお前。よくオリンピックの時期に達成感がそんな簡単なもので味わえると思えるの。4年やってたよ。失敗しても涙はないしね。それぐらいね、日本代表というか、もう、はい、そうだね、うん、そんなそれくらいは困ったやつの言う卑下せんというやつはほんまにそう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 、ね、自信持ってそうそう、だから、うん、俺らも一緒楽しみ、なんか、なんだろう、一人で抱え込まんでいいし、そうそうそう俺めちゃくちゃ自信あるから、今マジで、あ、そうなんだ、それだけすごいストーリー上がったってことですか、ね、いやいや、そんなことじゃないその仕事内容に自信があるとかじゃないよずーっと俺が言ってる、一貫してることにどうお先言ってください、もううん、うん、もう明日別に何もないでしょ。何もねえけど、ちょっと待って、その前なんで変わったビールばっかなんだよそれはね、それ誰の指示だよ初めて見たの、お前打ち上げでお前ギネスとバドワイザーというね、ギリハイネケンが特殊なバーであったかなぐらいだよギネス言ってください、ほんまにギネス系の仕事してたんで、あ、うまい、うまっ、おあんまり本人がうまいって言ったらダメだろお前らどっちかが言うならいいけどうまくねえし、じゃあちょっと、うん、お前コーラなのかよ何がいいじゃないですか、いやいいよ、いやいいかもな、打ち上げの場所もわかんねえ、俺もなんか突っかかる場所おかしくなってきてる打ち上げの場所、まあ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 こんな今もうそうで打ち上げないの、いやいやお前なんだよ付き合ってくんねえのかよじゃねえよ、なんか散々こっちに飲めって言ったのにおめえはコーラのかよって思っただけだよなんでお前今日行けねえのか朝までじゃねえよすいません、宇治原さん、はい、大役お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、あうまい、美味しくないよえ美味しくない、黒ビール、うん、そんな苦手ですか、いや違う、黒ビールがじゃない、これがなんであれだよそう、世界で一番美味しいビールだったとしてもだよ、うんうん、環境だから美味しいかどうかなんか、なんでよ、なんでこんな感じになってんの、ね、俺はあんまり なんでか説明したじゃん、ずっとどう、もう一回説明しかない、いや、もう一回やってもお前たちが話をわからないっていう、うん、いや、お寿司の方に意識を持ってかせようとしてもだよな、俺そんな食いしん坊じゃねえよお箸もじゃあ箸いい、はい、食わないって、お箸ちょっとじゃあもう、うん、すいません、いただきまーすの前に、おお何、すいません、いただきますなんてくだりがないから、うちは何なんか抑揚つけてましたけど、シャンパン、うおーすげーすげーすいません宇治原さん、シャンパン、お前金かけすぎだぞ用意させていただきました、多分おかしいだろ、24時間で消えるものに対してこれちょっと開けれますかね、うん、じゃあおお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 すごいすごい、これすごい、お疲れです、お疲れ様です、これ嬉しいね、ね、じゃあちょっと、うん、あ、いい、あ、準備いいね、なんかそこまで行ったら紙コップ以外の用意できんじゃん、バランスが悪いわいいけどねいいんだけどね、はい、じゃあ、大役お疲れ様でした、お疲れお疲れお疲れ、大役の意味全く分かんないじゃん、全然すんねえじゃん、そう一品なんて、ま、そう遠慮、うん、なんで遠慮という解釈になるのずっと遠慮というか、うんうん、ないんだもん、いやーっていうのが、うん、頑張ったなーとか、ね、何もないから、いやすごかったですほんまに、あ、そんなに、でもなんでその岡田がさ、こうわざわざこう仕事をこう依頼してくれるのかっていうかさ、いやそれはもう魅力がすごいあるっていうのが、仕事じゃないけどね、すごい魅力的、うん、やっぱお願いしたくなる、うん、お願いさせられてるんかな勝手に、だからその藤原さんが、うん、もうやることによって、うんうん、甘みが、うん、すごい強い、はい、寿司のこと褒めてんだよ、うん、それそうなるでしょ、だって褒める部分がないんだから
海のミルクは牡蠣やけど、はい、結構ホタテも海のミルクって言っても変わらない。なんで指摘したとも言っちゃうの感じの、ほんまに命感じるようなエビってことですか。そうそうそう、ほんまにそう。助かったじゃねえぞ、お前の。ほんまにそうです。意見は。何笑ってんだ、お前。ずっと。ピザも全然いい。もう帰りたいんだよ、もう。もうやめようよ、盛り上がってないから。でしたよ。いやいや、俺は全然そういう気はないんだけど、なんか空気悪いなと思って、俺はなんか合わせてるよ、正直。いや、そう、申し訳ない。なんか、坂本さんは結構詳しいかもしれないですけど、西原さんの毎回打ち上げこんな感じなんですか。いや、それがね、あのね、あの、待て、おかしいだろ。俺が空気悪くしてるみたいな。分かってて、こいつってなんか全然酒進んでないでしょ。はい。なんか自分だけ楽しむのすごいなんか後ろめたくなっちゃうから。うわ結構俺らが、それをなんかさしちゃってるから、だから、キッキとかした方が、なんかこいつの、そういうことか。違う。めっちゃ意味わかりました。俺マジで説明めっちゃうまいですね。要は、宇治原さんが主役に、はい。何言われてんの？すいません、閉鎖しました。すいません、へこっちゃいました。お前、ありえないだろ、お前。プロデューサーって言ってたよ、さっき。打ち上げへこって言うわけねえだろ、お前。プロデューサー、お前。人をさ、振り回して、最後へこって。いいじゃなくて、プーです。プーだ。プロデューサー。いいじゃなくて、プーです。当たり前だろ。なんで職種で音変わるの？変わるわけねえだろ。プロデューサー。プロデューサーじゃない、プロデューサーのへだよ。プロデューサーじゃないですか。なわけないだろ。でもね、ほんとマジ今の何がでもねえ何がでもねえのか教えて。でもほんとね、今の岡田のはい、はい、そのあのピーアンプしちゃったでしょ。はい。それによってやっぱこうなんかあほぐれたっていう感じで徐々にこうやってまあねえそうなんかさだからこう均衡を破ってくれたみたいな。ああ、そうだってねえから均衡破った、うん、そうそうそう違うって完全に均衡破って感じです。お尻の感じ。前部も。何外部からの刺激で。お前が均衡破りに行ったんだろ。破れてもないけどな、別に。すいません。あ、そういうことですね、もう。そう。帰ってくれよ。いや、こいつはさ、うまいそう。うまそうとか何がお前、ゴミだらけだぞ、お前。嬉しい。嬉しい。頬張って食べるのとか好きやな、みんな。それはそれで別に好きにしてくれたらいいけど、邪魔だよ、こいつは、ほんと。ちょっとお時間が近づいてまいりました。すいません、ちょっと。いや、助かった。すみません、ちょっと名残惜しいですけど、全くパパッと食べていただいて、はいはい、最後にすみません、ちょっと、はい、はい、藤原さん、本当にお疲れ様ということで、はい、藤原さん、うわうわほんまに今日の完璧でした。正直、準備とかいろいろしてたんですけど、大赤字なの、お前不安で、バイキーだから、おうおうはい、でもほんまに宇治原さんと、うん、あこうお仕事がしたいということで、はい、本当にもう辛い時もあって、はい、あないですないです、やめようかなって思ったことも、なんか思えるんだよあったんですよ、いろ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 やめようかなとかいろいろ何言ったよ。あ自分の人生で、うん、なんかもうそういういろいろもうやめようかなとかもう、うん、めっちゃ怖いこと言ってるじゃん。奈良に帰ろうかなとか。なんでそこまで考えた。山奥にもう引っ越そうかな。山奥じゃないだろ、もともと。何をやってんだよ、お前。いや、山奥です。山奥か、本当にお前実家。そうなの。そう、ニュータウンです。すいません。でも、ほんまにいろいろ正直、うん、内原さんとこうやって会えたことも本当に嬉しいですし、お前なんでケツするんだよ。コーラばっか飲んでるからケツするんだろ、お前。本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、いや数ヶ月した仕事の時くれよ。なあ1秒もないからね、カシャーだから。ほんま何秒の世界だ。クランクアップです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。クランクアップ。お疲れ様。聞いたことある言葉言ってるだけでよ。クランクアップでした。お疲れ。邪魔なんだけどこれ持って帰って。もう本当に恥
ずかしい。この人なんかし頑張ったんだって思われながら。いや頑張りました。頑張った。ヒゲしないで。申し訳ないよ、このすれ違う人が、あ、この人頑張ったんだに対して。頑張ってないんだから。すごい、だから気遣いなんですね。そう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 、うん、人の目とかやつ、うんうん、なんかいいプラスに取ってくれるというか、その自分にプラスに思われることがちょっと照れちゃうっていう、いや全く全く自信がありますね、その辺は。全く違います。ほんまに宇治原さんのカラーに、これこっちから言うことではないか、すいません。何をごちゃごちゃ言ってるの。お疲れ様でした。綺麗な字で、うん、ちょっとね、うん、帰ってからやれっつってるだろ、さっき。早いな。あと領収書だけ、はい。あ、そう。なんで、はいはいはい、ほんともし行けたらいいんですけど、はい、お花屋の領収書で、うんうん、絶対ダメだろ。いいわけねえだろ。なんで一回行けると思ったんだよ、ちょっと。じゃあすみません、また。ありがとうございました。お疲れ様です。何、はい、何へのお疲れ様だ。社員さん、時間あります。俺全然ある。あ、ほんまや。じゃあ。あ、いい。あ、そう。ありがとう。思い返るから。そう。いい。なんか、つまんないぞ。ないんだから、飲む理由が理由が必要だから、ね、大丈夫。うん、お疲れ。プラスのことしか言わない。はい、俺マイナスのことを言うんじゃないかと思ってここにずっと立ってるわけじゃない。帰ってからなんか、うん、あいつ楽だったなとか言わない。言わない。言っていいわけないしな。言っていいわけないし、言うとしたらお前ら10分は待つだろ。もう残ってないだろうな時間までは一回別の会話するだろ。知ってんね、そういうテクニックあること。あ、いいですよ。もうすぐ言ってもらって変わらない。いや、しまいない。ないです。すいません、それは。露骨に焦ってるじゃねえか。最高でしたね。マジで最高、あの人。テレヤさんなんでしょうね。そうだよね。あいつは本当そういうやつだから。めっちゃいい人でした、ね。そう、気にしてる。逆に気にしてると思う、あいつ。あ、なんか悪い言い過ぎたなみたいな。とか、多分気にしてると思う、あいつ。最高人間が、うん、言い過ぎたな。最高人間。絶対まだ俺がいるだろうなのかよ。誰一人感情こもってなかった。いや、そんなことない。いや、いいよ。で、俺も事実ここで君に立てたのは恥ずかしい。